どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日の一時限目は、フィロソフィー、哲学を話します。で、フィロソフィーというのは、ギリシャ語で言語はフィロソフィー、意味は、まあ、知恵考えるんですね。それはまあ大体皆さんの中で、で哲学いうことがなぜ必要か。で、まあ、この前も参議院選挙があったように、政治の世界も今何が欠落しているか、哲学なんですよ。政治だけじゃないよ、経済も経済哲学、ね、ほとんど哲学が欠落する。だから腐敗していくよ、ね、まあ、精神的なその活性、思考する活性がないことは堕落していくという。だから政治も哲学がないからわけわからん政治になる。経済もそうでしょ。経済は金や物を扱う世界だから、哲学がなければ抑制が強くなって外欲だけでみんなこう行ってしまう。で、儲けだけに走って、その経済的なモラル、あるいはそういう理念いうものを忘れてしまう。これは哲学がないと思う。だから、まあ、総括すれば、ここ、まあ、昭和から平成に変わって、平成を、まあ、30年こう総括してみるとね、まあ、小渕さんからこう変わってきたけど、なかなか文字はいいんですけどね、小渕さんいい人でね、僕は小渕さん個人的には好きだったんですよ。真面目でね、で、まあ、ああいう人はやっぱ早く亡くなるから、ね、で、あと小泉政権になってから、まあ、小泉さんがやったことの今総括でいろいろ言われてるけど、まあ構造改革で、僕もね、構造改革という言葉は僕は大好きなんですよ。でどうしてか言うと哲学的に考えると、やっぱり戦後の日本いうのは、やっぱりこう復興でね、反動力、早く復興せないと、物や物資、経済も豊かにしないという反動力で、あんまりも大量消費、大量生産、ね、で、その技術的な革新、ね、開発に走っていき、その精神的な、そのメンタリティ、精神性、あるいは心、そういう、まあ、モラル、そういうものをどうしても後から後へこうついてくる。で、そういう意味で、その、まあ、広島は僕が、20年ぐらい前には広島におりまして、広島の経済レポートという、ね、月刊誌があるんですよ。でそれにも、戦後60年の時書いてくれるから、僕は戦後60年の総括ということで、原稿用紙3600文字ぐらい書いた、約書いたんですよ。でそれにも同じようなことを書きまして、要するに、物資や物や、金を優先的に、まあ、考えて経済を豊かにする。これも、まあ、分からないことはないんですね。それは戦争は負けたわけだから、物もない、ね、お金もない、だからそれに追いつかないといけない。だからそれは分からないんですね。経済も豊かに、まあ、しないといけない。その代わり、その、まあ、教育、精神的なもの、ね、心の問題、そういうものがどうしてもこう遅れていく、まあ、そういうようなこともありまして、この戦後の日本も、まあ、どうだったかいうこともあるんですが、まあ、今日は時間が、それをやると時間がもったいなくなるので、一応平成を総括する。で平成をこう考えてみると、非常に平成の文字いうのもなかなかいい文字でこういう文字を書いてますね。平成平らになる、まあ、平和になる。
なんか文字通りいかんのがこの、あの人間の世界というかね、計画通りいかないよね、運命というか、まさに平らでならなかったよね、これ非常に動乱期というか、乱世というか、まあ、ヨガみたいな、あるいは動乱ですけど、逆の言葉に、反対言葉で、もう一つ言えば、まあ、小泉政権、小渕さんから小泉政権に代わって、先ほど私が言いました構造改革構造改革というのは僕も平成なる前の10年15年前からか、あの構造改革という言葉、僕はあのセミナーなんかでよく広島で使ってた、こういう作品うまい、だからこれは日本の社会構造はおかしいから構造改革しないといけないな思ってたのが、小泉氏が構造改革言うからまんまと期待してね、あ日本のそのまあ、唯物的なね、その物や金だけに走っていくね傾向をもっとこう構造改革して、あの日本のやっぱ文化的なものに合った、あるいはその心も入れたね、あの構造改革をやるんかなと、そういう期待を持った。でも小泉氏の話を聞きゃ聞くほど自分の期待がだんだんこう離れていく、外れていった。で彼が言う構造改革というのは何だったのかなと総括する、要するにまあ規制緩和、単純に言えばまあ自由化や、まあ、あれでね、主にねタクシー の, ごあの問題よね、これはもう僕は広島でね毎日タクシー2回ぐらいか3回使ってたから、あの頃にタクシー乗ったらね、まあ、いつも、まあ、呼ぶタクシーを決まっとるんです、まあ、止めて乗る場合もあるというか、タクシーの運転手がね、もう最近ダメなんですよって、規制緩和というかね、もうタクシーも台数増やせんし、もう本当に偉いことで、淘汰されて。力のないところは全部淘汰する。そういう意味でね、まあ、聞こえは構造、規制緩和、緩和いい、まあ、文字はすごく柔和で聞こえはいいんですけどね、あるいは自由化ね、だけど逆に言えばあれは過当競争の弱肉強食の社会の中で、まあ淘汰される、自然淘汰されていく方法よ。で それはそこから、まあ、自己責任とかね、ある種の自己責任、自分らで責任を持ってやってくれというようなことをやっていくわけで、大企業、まあ、優先型の支援、あるいはお金も出す、助成金も出す、支援していく、まあ、中小企業のものはあまり支援がない、まあ、今言うあれですよね、まあ、物価もそうですけど、やはり、消費があんまり有効されなくなる。で今の要するにない、この頃からね、僕はもう外需、昔は外需の言葉がありましたけど、外需という言葉がね、で、もう外需は価値の傾向にこういくで、この内需がなかなかないというね、内需がない。で、まあ要するに輸入、輸出に力を入れる。で、日本の内需というか内部の経済というものはあんまり力を入れる。こういう傾向に走っていく。
で今消費税が 8% でしょ。あの頃小泉内閣の時ももう 5% かいうことが打ち出されたと思います。で考えてみれば例えば今言う消費税にしてもね、僕は政治家これも長い目で見たら僕の場合大体縄文から考えるんですけどね、ほとんどスパンが長いほどね正確に分析できる。で深く分析できる。だから、縄文から今話したら長くなるんで、弥生もそうですけど、ただ戦後からねこの特に平成、もっと前言ってもいいかな、明治ぐらいからね、明治維新ぐらいから大きな転換期ですよね。江戸時代までは当然武士の時代だった、ね、それが明治維新で例の薩長が組んで維新を起こす。で幕府を滅ぼして政権を取っていく大転換期ね、明治。それにもいろんな賛否両論ありますけど、そこらで明治維新が本当に正解だったかどうかは僕は逆論を唱える場合が多いんです。でこの前も広島で、こうなるね、あもつ健一いう人もいますよね。この健一も、小田原健一。で、この人は誰かというと、ペッククラブに入っているれっきとした作家で、でたまたま人の紹介、僕の知り合いの紹介で今度会うんですけど、この人が江戸幕府の末期から明治維新の本をたくさん書いてる。で、広島出身なんですよ。で、広島の五穀神社いう神社で毎月、先月から毎月1回ね、今言う歴史家や作家に学ぶという、日本の歴史を学ぶというセミナーやってるんですけどね、毎月。で、彼がやるんですよ。で、僕も彼と今度会うんですけど、なかなか素晴らしい人。で彼もいろんなことを書いてるんですけど、明治維新というのもね、一つはそれをまた語ったら長くなるんだけど、総括すればね、一言で言えば僕はもっと、日本の文化性、伝統文化、要するに保守いう言論はもう今僕はねちょっと書いてるんですが、これ多分あんまり言うとまた盗まれちゃうんで、ね、ここでは言いますけど、保守の本当の意味の言論をね、みんな分かってない。これ僕は宇宙や自然界から言論に入っていく、そこをみんな分かってない。本当はそこから入らない。保守という意味がね、成り立たない。みんな近代化から保守だ、保守じゃない、言語的保守で、もっと言えば縄文がもっと保守だ、自然を守っていく。そこから入っていって、第1義の保守、第5の5義のね、第1義、第2、第3義、第4義、第5義までの保守に僕は分けとる。それまた説明します。本来ね。で、それはどうして今言ったかいうと、明治維新がね、あまりにも保守でなかったという。で、あれだけ江戸幕府を滅ぼして、大久保利通になるんで、あるいは岩倉智子、ね、で山形有朋とね、代表する、あっこら辺が全部リーダーシップ取っていくんですけど、要するに、明治がやったことは、天皇、明治天皇9歳ぐらいですから、
明治天皇をね利用して、要するに、自分らが明治政府の自分らのコントロールしやすい明治政府を出して、でそれとね今のね小泉政権もあるいは今の安倍内閣までねすごく似てるやり方、ここは大事で、話はまあ行ったり行けたりなりますけれど、ちょっとそこら辺から核心にちょっと入って方が分かりやすいんだって。で、例えば戦後も憲法問題を今問われてる、憲法戦後レジウム脱却、要するに安倍さんが言った憲法改正ね。で僕は憲法改正は賛成なんですよ。どうしてかというと、東京裁判 GHQ、要するにアメリカ軍司令官で、彼らの強制において作られたような憲法だから、自主的に作った日本語憲法ではない。この憲法と実は明治憲法もよく似てるすごく似てるよね。読んだことある？僕はいつも憲法はカバンの中へ入れて読むんだけど明治憲法もね、似たようなところがあるんですけどね明治政府がやったのはねこれも面白い元号よね。元号ですね、明治、明らかに治める。これこういう言葉はじゃあどっから来るんかよ、元号ねあるいはこれは年号でもいいんですよ。年号の言語、実は中国で作られた言語、これ僕はこの間ゼミナーで書いてみんなに流してるけど、中国から言語なんですね。で、皇帝よね、要するに秦の始皇帝をに対して、その皇帝と皇帝によって、あるいは自然界はと皇帝というのは非常に、宇宙よね、大宇宙も関係して、それが総括統合的な一つのピラミッド的な形のね、人間世界では頂点なんだと、それが宇宙も自然も一つになっている、統合されているんだというね、こういう皇帝論があるわけですね。同調的な思想、宇宙論があるんだけど、だからそれも年も物差しがあるんだと、要するに時間軸、時間軸の物差しは元号なんだと、皇帝からね始まって、皇帝が一切年取れば取るほどね、取ってもそれはもう宇宙とつながって、民もみんなね、君主も大臣もみんな統合的に一つの年を取って、だから元号いうのがあるんだと、この物差しが。でまあそれはいいんですけど、その全部これもまあ儒教や道教の言葉なんだよね、明るい構想で全部そういうの言葉ですから。で明治政府がまずやったことは何をやったかということですよね。これは明治政府がしたことは、まず天皇をトップに立たすわけですね。完全な、今象徴だけど象徴じゃない、政治権力あるいは国政においても天皇が指導するね、やっぱり 権力を与えたわけですよね、天皇実際に。でこれが天皇を、トップに持っていく、天皇トップになるわけです。でそこへ天皇をまず立てて、明治政府は面白いことをやるんですよ。ものすごい面白いよね。明治元年から、特に明治4年から6年の2年間は海外に研修に行くんですよ、学び、ね、明治4年から明治6年のこの2年間ね、4年からあるいは明治その
M でもいいんです。この2年間はヨーロッパ、アメリカ、ヨーロッパ、アメリカ、に、その文明、文化を学びに行く感じで、誰の番をしたかいうのは西郷隆盛を置いてね、西郷さん、あなた番しとってくれと。で、我々は大久保利通、岩倉で、で、今言う山形らば行くわけです。2年間ずっと行ったり来、行ったり来です。で、彼らが持って帰ったのが何かいうと、まあ近代化です。近代化。要するにポストモダン。近代化、ポストモダン。何を持って帰ったかいうと、要するにヨーロッパね。まあ西洋的な、ヨーロッパでもいいんですが、西洋的近代思想。もっとまあ、はっきりした言葉で言えば、ポストモダンいう言葉もあるんですけれど、機械論的機能主義って、まあちょっと難しい言葉。要するに機械論です。機械論、機械論的機能主義ってこの感じです。機械によるような機能の主義。長い言葉で言うと、要するに機械を、機械論的な機能主義、要するに近代構造、あるいは構造主義、まあ簡略化したら構造主義なんですね。西洋的構造主義、要するにヨーロッパ主義、そういうものを持っている。で、それを導入して、まあ、近代化を始めていくよね、明治政府で。面白いのはね、明治6年に日本の旧暦をなくそうじゃないかって、なくす、明治6年に彼らはね、船ごと、船から日本に帰るんです。で、西郷さんが番にしとるわけ。だからいきなり西郷さんの有名な会議をしようよと。今から会議をしたんです。で、西郷さんも、じゃあ会議しようかということなんだよね。で、その会議で言ったのが、もう近代化にもうどんどんヨーロッパ進んでるし、もう武力もあるし、兵力もあるし、まあ今言う経済も豊かで、いろんな機械やマシンがあると、もう日本は遅れるから近代化しようと。こういうわけで、そこでそのために象徴的に今までの東洋的な、要するに暦を、ね、要するに旧暦、これを廃止しようと、なくしようと、こういうことを言われている。大久保利通のみんな言うんですよ、言われたと。で、明治6年に有名な事件がね、旧暦を廃止するんです。西洋暦に変える。明治6年ね、これ。明治、まあこれ明治、まあ M でもいいですよね。この6年にね、旧暦はやめるんですね。これをやめる。で、何するかって西洋暦に変える。西洋。もうおかしいよね、これから。なんで西洋暦に変える。あれだけ旧暦いうのはどういう暦なんか分かりますか。旧暦、
何回も今まで話したけど、僕はゼミの中で書いとって、中歴史の分かる、ちょっと分かる人の方が説明して、分かりますかって言われて、西暦は何なんだ、ゾッと、ゾクリどういうのね、なんだ、グレコ暦、略して、まあ、これもあのグレコ略してね、これちょっと長いんですけど、でこれは何か言うと、まあ、太陽暦太陽暦でこれはキリスト教が使う暦なんです。キリスト教が使う、おかしいよね宗教面白いことやるんですよ。これキリスト教暦なんだね。これあのユダヤ教は使わないよ、キリスト教だけです。面白いでしょ。もっと面白いのが、ね、暦を兼ねしてキリスト教の時間軸、ね、時間の座標物差しをキリスト教暦に変えてよ、で天皇制を訴える。面白いでしょ。どうなってるこれ、二重構造、ここがね矛盾的な二重構造です。で一方ではね、天皇をトップに立った国家神道、要するに国家神道を作るわけ、国家神道国家神道、ね、天皇中心のね、要するに国家神道が天皇中心のですからね、面白いね、この二重構造は矛盾があるよね。どんどん西洋的な構造主義を取り入れて近代化しながらよ。で一方では天皇をトップに立たして国家神道を強化する。で明治以前にはほとんどが昭和からもそうですけど、ほとんどが明治以前は天皇家は仏教で組織してた。これはもう有名な話で、明治から神道を強化して神道の組織変えてくる天皇家、今まで仏教で。面白いよねこれね、これも有名な話で、そこで大事なのはいいですか、国家神道を取りながらキリスト暦の暦に変える。もっと面白いのがここで教育直後いうね、わかります、教育直後いうものを作る、ね、で教育直後いったら何なのかいうと、何でしょうか。あれも僕はゼミナールで結構3回ぐらい書いたけど意味で、僕 の、 あのホームページもあの西宮さんがどうしてくれとるから、教育あの僕のホームページ見たら教育直後が出てくるから全部書いてるから意味まで詳しくまた見とってください。要するに教育直後はこれもね古事記と一緒なんよまず古事記を作った時と同じスタイルで、これ、まあ、それまたそれ以上が長くなるんで何をつった論語、論語、たてやの儒教、儒教まずあの儒教を軸にして儒教の思想、儒教の思想、儒教の思想儒教のこれ思想、儒教思想、まあ道教も一部入れとるんですが、ほとんど儒教、儒教の思想、
で天皇をトップにする。でなぜこの教育勅語を明治政府は作ったか。一方西洋的なあの文明文化入れながらあの近代化を始める。で一方では天皇トップに立たせてあの政治権力まで与える。そしてあの国民を統治するためのね精神教育を言ったわけ、ね、この前も書いてゼミナムで送ったけど、要するに明治政府が政府として確固たるものを作るには国民を統治せんでいけない。で国民を統治するためには思想がいるんですよ。だから教育勅語という、ね、精神教育、心の教育、要するに精神教育を教育勅語でやっていくということです。完璧な西洋、要するに和洋折衷よね。これ西洋も取り入れ和も取り入れて、まあよくわからない。でその後遺症は未だに出てるんです。僕が一番気になるのは正月、なんで我々がね正月を発表に言いやいわに合わさるんだ。面白いでしょ。そんなもん全部キリスト歴の正月だよ僕らやる。でもっとおかしい現象がグレコ歴のキリスト教の正月の元旦に神社にお参りするんだ。これこんな矛盾なの。これおかしいでしょ。旧暦でやるならわかるよね。これね、これも書いてみんなに流したよね前ネットで。結構みんな読んでくれて、でキリスト教歴の元旦に初詣に寺と神社に行くんだよ。これ何なのこれ。すごいでしょ。これ後遺症が未だにある。でいろんな学者がもう明治、大正、昭和も歴史学者や哲学者が宮内庁に説得いかかった。やめてくれと、旧暦に返してくれと、いろんな学者。おかしいじゃないかと、文化が、文化と合わんじゃないかと、伝統文化と。で、いろんな学者がやるけど、いまだに宮内庁は認めないっていう、そのまま。いうことなんですよ。こういう矛盾がある。で、この矛盾と、今の安倍政権の矛盾はものすごく似てる。小泉氏で、まあ安倍晋三さんが、ね、あのまあ宮鍋さんなんか知ってるけど、あの僕はもう5、6年前からね、誰も知らん時から僕が安倍あの7、8年前か、あの安倍さんがね真面目にねあの総理例のあの腸の病気忘れずに批判されてやめたよね、病気で断念して、ね、で新宿に僕は7、8年ぐらい前行ったらね真面目に運動して講演しようんですよ、マイク持ってね。であの顔見た時インスピレーション来たね。こいつは絶対帰れなくなって、で宮永さんに言ったんやな、色々と本当に誰も噂してない時当たったんです。インスピレーション帰れないと。だけど前の彼の総理の時はものすごくねちょっとまだ真面目だったね。でこう人間性もまっすぐだったよね、ある意味。で彼がやったのはそれこそ教育勅語じゃないけど、ね、教育基本法ね、これを改正した、はい、そういう成果は残してる。昔前はの総理の時だから人格がねものすごく変わる。僕はそう見て、前のはあのもっと良かった。まあそれも心理学的に分かる、ね、あれだけマスメディアに痛めつけられて、あるいはあれだけの難病いうかあの苦病でね、病気で腸が悪く断念して自分が総理やりたいのにね、やめざるを得なかった。でまあ屈辱よね。それがまあ、一生懸命もう一回変えるだという、まあ、信念のとともに努力して、まあ、蘇ったわけです。でその時蘇った彼が蘇る前に、まあ、西部先生とね、西部進さんのセミナーなんかよく出てて、ね、でチャンネル桜の
水島社長の文化チャンピオンにもよく出とった。あの頃も真面目ない、まあ、今ではちょっとおかしいけど、ですごく真面目で、一貫性のあるようなやっぱり話をしてた。だけど自分が総選挙の時に石破さんと対抗するよね。あれで最初は石破さんが票が多いかって取ってたんですよ、ね、であと自民党のあれはどういうんだね、投票は自民党員の最後の逆転したあれさ、ね、国会議員、国会議員票で逆転した。でその方が石破氏より票取ったで大逆転した、ね、であれからもう人格がどんどん変わっていくのが分かる。で昔メディアに非常に叩かれて屈辱がある、ね、恨みもあると。で彼のブレーンについてるのがまたそういうアドラーの心理学をやったりで、うまくこうマスメディア の質問や攻め方をかわしていく心理的にで自分のペースに、そういうブレーンがついてるアドラー心理で、あと風水をやる人がついてる、ね、風水心理をする。だから全部いい時期に戦略が見ていくと。でどんどん変わっていくんですよね彼が。昔の真面目な安倍晋三で、これはおかしいな。で、まあそれはいいんですけど、まあそういう意味で総括するんであれば、まあ明治維新で三朝が作った明治政府から官僚というのも残っていく。今の官僚の政府で太平洋戦争、あるいは第二次世界大戦、あるいは大東亜戦争と言ってもいいけど、終わった後にまた、GHQ、今度アメリカの GHQ が入って捜査して、で憲法も作る。で、あれですよね、憲法も日本国憲法も彼らに誘導して、やりやすい憲法アメリカ。で、あの時に東大を一つはなくそうかいう意見書いたんですけど、あったんだけど、GHQ が残すと。なぜ残すのか、帝国大学のと。それは自分らの要するに研究ができるし、東大からその官僚を育てること。官僚に東大生を官僚化することはできる。でそれと官僚は自分らはコントロールするんだと GHQ は。そういう流れのもとや約束のもとに官僚化が入る。だから今でも政治誘導という言葉を鳩山氏が言ったと、官僚化の政治誘導。だけど辺野古の問題もあれだけ鳩山頑張ってたから民主党。後で日米合同会議でひっくり返された。日米合同会議がある。要するに官僚と米軍との会議がある。あれでいつもひっくり返る。まあ、あの体制というのはもう戦後からずっと続いている。だからまあそれはまあいいんですよ。要はそういう意味で、明治政府もあるいは特に安倍政権となると、安倍政権は小泉政権もそうですけど、アメリカオンリーのやっぱ政治スタイルを取っていく。これはまあ戦後全部そうです。アメリカから脱却はなかなかできない。で安倍さんはその戦後レジウムの脱却や言ってきたけど、今どうなってるのかよあんまり言わないよねこれ。で憲法改正の賛否両論あるよね、だから何が言いたいか言うと、要するに明治からその西洋的な要するに日本の伝統文化いうものをなくしていこうというね、西洋の
働きがあって、でそれにで昭和あごめんなさい明治17、18年ぐらいまでは日本の伝統文化は廃止されていったんです。どん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 。でそこで反対運動を起こしたのが南方熊楠、ね、あるいは二戸稲造武士道を書いた、あるいは岡倉天心茶の本を書いた、平田篤太、もっと言えば堀口四郎、ここらが日本文化復活を運動を起こしていく、ね、明治政府は伝統文化全部廃止していったんですよ。だけど彼らの文化人や文あの知識人によって彼らはね英語が全部できるんだ。で英文で書けるから、で彼らも賢いですよ。もう留学して帰向こうに研修して帰ってきた。でもおかしいと明治政府は日本をなくする気か、ね、これはもう西洋そのものになってきた。西洋かぶれどころか西洋そのものになるのでいうことで運動を起こしていく。で英文で二戸稲造が武士道という本をフランスへイギリスへバーンと向こうへ出していく、ね、で岡倉天心が茶の本で向こうから応援に来るんですよ。ヨーロッパ人が伝統文化なくさない方がいいんじゃないか、ヨーロッパ人で、そこから今度国民市民が共感を持って要するに、伝統文化の復活運動が起きます。明治でどん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 あの伝統文化を失ってたことは復活されていった、蘇った。だから蘇らしたのは一般市民なんですよ。そういう運動会の、ね、まあ賢い人たちだけど思想家だったり知識人だったりね、文化人あの逆転させたわけ。だから明治でそういう、まあ、運動が起きて伝統文化が廃止されたけど、まあもう一回蘇った。でなんかねあの彷彿されるような似たような、ね、歴史のやっぱ繰り返すいうことがある。で小泉さん見ようてもそのまあアメリカとまあ組むのはええんだけど日本の主体いうものがはっきりしないよね。日本の主体、日本とは何ぞや、これ僕は越冬追求してきた、確固たるものも確立してきた。日本とは何なのか、日本という主体をはっきりさせと僕は政治家に。日本、僕は、まあ、政治家もそうだけど桜井よし子もほとんど知らないよ。こういうべき出すあの人は論理ができる、ロジックができるだけでね、歴史をそれまで知ってるかってほとんど知らない。もう縄文やよなんか全く知らない、うん、だって今の日本人いうのはちょっと話飛んで返しますけど、その日本人いうのは一体何なのか、今日本、この日本とは何かいうとね、そんなに単純な問題じゃないんですよ。みんな DNA 調べたらほとんどの日本人は東アジアの、まあ、中国や朝鮮の血が半分以上入ってる、 65% ぐらい、ね、ほとんど縄文人いうのが中央では今 5% ぐらい、これはもう東北大学の有名な DNA の研究者がこの5年ぐらい前に発表したよね。で話題になったりと、でアイヌが縄文の DNA が 50% で、沖縄人が 45% なんですよ DNA。 でよく似てるよね顔つき。だから僕が前から言う説が立ってる、僕はもうだいぶ前から最北端と最南端に追いやられてね、やっぱそこで残るんです。で中央は全部戦略されるから、
話はちょっと多いけど、弥生からほとんど大量に中国人が入ってきてる、シナ人がね、当然稲作持って鉄持って兵器持って入ってきてる。で、縄文人は戦う術知らんから、1万3000年ぐらい平和で暮らしてね、戦いもしない、自然と共生循環型の本当の平和なあのコミュニティを作った。これヘッドで、だからこの間ロータリークラブでも広島で公演で話したけど、あの時もみんな驚いた顔をしようって思った、まあ、それ以上とはまたなくなるけど、要するに縄文人いうのは自然発生的にこの四季折々のね、この四季バランスのいい日本列島に北方、南方、東南アジアから入って、東アジアからは入ってないんですよ。で、自然発生的にこの気候風土とともに文化を作っていくわけ、あの自然と共生しながら、ね、それが縄文の伝統文化だった。だから戦いをしない、なぜしない、そこの思想には対立する思想はない。要するに対立思想のは、例えば弥生から入ってくる中国シナ人ね、あるいはあと朝鮮人が入ってくる、道教が入るんです。道教には必ず天地思想というのが出てくる、天と地、こういうものが出てくる、天地思想で、ここにはもう上下関係がきちっとできる、これ対立原理がある、天地で、稲作といいですか、この天地思想とね、稲作ね、金属の鉄器、銅器持って入ってくるから、青銅器な、鉄器、主に鉄器、日本は鉄器がないから作ってなかった、鉄器持ってくる。で、これを持ってきてやっぱり縄文人を追いやっていってるわけ、ね、だから縄文人のは平和主義者だから戦うこと知らない。で、なんで縄文人は戦わなかったかいうと、まあ、僕が思想とする円環思想、すべて縄文人には対立思想がない、円環思想がある、円環思想、円環が円を描く、ね、円環思想ね、円環思想だ。どういうことかいうと、対立原理がない、上下に分ける、円だから対立がない。なぜ円なのか分かるでしょ。要するに太陽の循環に合わせた生活、円環、円環運動で、夜になったら 月がやっぱりこういろんな月が円環していくよね。最後夜は月に合わせる、全部円の円で、できるのが円錐構造の、これも円錐型の縦穴式住居ね、これ円錐なんです、全部円なんですね。ここね、この円錐を見て、これを自分らの集落でも全部これをこの円錐型縦穴式住居を全部円でも並べている、これも円、全てが円で、例えば狩りをして獣を取ってくるよね、動物をね、狩猟してね、だったら家族でこれも円陣組んで加工していく、流れ作業、円を組んで、円陣を組んでこれも加工する、全部円生活で、亡くなったらお墓も土を盛るのも土を盛るから円錐なんです。円錐で。で、このお墓も一緒。全部縄文の発掘をして、縄文いっぱい発掘されてるところに墓も全部円環になって、円になって、ね。対立がない。対立原理がないことは円環しかないんです。だったら対立しないことは戦争しない。みんな仲良くね。弥生は対立原理だ、天地思想だ、これがはるかに違う、弥生から。
で戦いをするんです。稲作持ってきて取り合いするでしょ。だったら稲作の今度鎌とか農具が武器なんか加工して、だったら今度鉄をみんな取り合う、鉄の鉱山を取り合う。で稲作から戦争が起きる。弥生から、弥生から戦い、縄文まで戦いない。ここが日本の大きな変わり目。これを忘れてね、日本の歴史は語れない。歴史家もこういうことを忘れてる。日本が一番誇るべきのはこの縄文なんです。縄文ですね。弥生どう違う、土器も全然違う。まああの縄文いうのは、まあ、土器にこう縄の文様が多いから、まあ、文様だから縄文というんですが、土器のこれは形から縄文。要するに考古学者がつける名前いうのは土器からつける、ね、だからあの、まあ、別の名前つけてもいいんだけど、考古学的な正式用語なんだ、ね。まあ、弥生もそう、弥生式土器、非常に単調な土器で、縄文式土器は簡易式土器であれだけ綺麗なね、縄文ビーナスというぐらい道具の綺麗なスタイルのものがある。今あの土器を、これはあの去年縄文展が、上野の博物館であったでしょ。こういう縄文展を始めて、あれ見に行ったよ。すごい縄文のものが来とったよね。あんな見られんけど、みんなもったいない。それだけやっぱり、だからヨーロッパも今世界ではね、アメリカも縄文というね、日本のこの1万3000年戦いのない平和な共同体があった国ってないの、世界。だから僕はなんで日本は縄文からモデルを作らんのかいうことを思想家として話をしようか、セミナーで。弥生から全部戦いの歴史、権力主義。せっかく縄文というこういう宝があるのにね、それをモデルとして作らない。ここが一番の大事なところですよね。だけどなんだかんだ言ってもね、もうあの弥生以降は全部もう政治権力も権力支配、ね、でお金取り合いですよ。で戦争の連続。で戦いの繰り返しでしょ。でこちら今まで弥生以降で歴史的に安定した歴史があったかです。ほとんどないでしょ。まあ強いて言えば江戸時代が300年、まあ平安が400年、ね、年数から言ってもよ、縄文は1万3000年、ね、平安時代は高は400年、江戸でも高は300年、向こうは1万3000年続いてる経営は。ということはどうしてか言ったら、西洋人は攻撃的になる習性を持っている。言語主体的な。だから言語の方が発達すると攻撃的な。だから先に言葉ありきが出てくる。まあ、これキリスト教のもんだけどね。だけど、言語主体的じゃなくて、五感、感覚、感性、感性や感覚を主体的な文化性を作っていくと、文化体を作っていくと、そこは戦いをしなくなる。自然と同化するから。でまあそれと円環思想がないとダメですね。太陽や月に合わせて、あとは無駄な戦いしないんです。自然と融合していくんだ。だそういう思想が今の政治に欠落していると言いたい。もともと縄文のこのいいものがあるのに、よう生かさない。で僕は憲法第一章でも天皇を出すんじゃなくてね、縄文や自然主義はここで出せと言いたい。僕はあの別に天皇反対主義者じゃないけど、昔は天皇好きだったけど最近あんまりうまいなんだね。なぜならば天皇も
意義、前方後円墳ができたぐらいでできる古墳時代、弥生が650年ぐらいで、古墳時代が300年250年ぐらい続く、ね、続くけど、この古墳時代には朝鮮半島からポーンと来るでした、ね、弥生は向こうで三国志なの、曜日玄徳や、ね、張飛や関羽や例の諸葛亮孔明なんかがおるわけで、三国志の時代がもう弥生時代、卑弥呼が、まあ、卑弥呼の後ぐらいで、三国志ので戦いやってるから支那、要するに中国から日本に大量に入ってきた、逃げてきたやつで、攻めてきたやつで、黄巾の乱いうのがあるから、道教の乱で、黄巾の乱の後にこっちに攻めてきたやつだから、中国や家とも5つのグループぐらいから入ってきた、逃げてきたやつもおりゃ攻めてきたやつ、あるいはこっちと同化したいしたく、まあ、いい考え方を持って入ってきた連中もいろんなタイプある。ただし弥生において、その古墳時代には大和朝廷が決まる。大和朝廷は誰がなるか、大和の朝廷と書くんです。ちょっと話は飛んでまず帰る、まあ僕の話は飛んで返すトークなんで、これをブーメラントークと言います。一周して帰ってくるから、その方が分かりやすい。ね、今言うね、大和朝廷いう、この大和というね、面白い、皆さん分からんことを今日はね、文字はおかしいもんです。朝鮮半島から来たんですよ。だから朝がつく。大きな輪、これは稲作の輪。いい？ここ見て、野木片いうのはこれ稲なんです。稲を口にして和む、ね、和むいう字ね。その輪、ね、いうことは。中国や朝鮮から稲作を持ってきた大和の輪ができるわけ。縄文人じゃないんですよ。要するに。で、朝鮮半島から入ってきた稲作の輪、それが大和朝廷である。文字がかかってる。これをね、ほとんどの歴史学者が今まで解釈してない。もう一人言ったら一人か二人ぐらいね。ほとんどやってない。だから、まあ、僕の研究と推理では、まあ、あれですね、まあ、朝鮮半島も三国志、三国あって、百済ね、そして新羅、高句麗、で、もっと南に来ると、加賀、三摩ないうちっちゃい国があるわけ、で、三摩な、加賀の方からは入ってきたのは出雲族。そして出雲大社です。神社いうのは朝鮮半島から持ってきた。神道は日本にないんですよ。あれは嘘なの。だから天皇も全部朝鮮人なの、ね。で、弥生時代までは弥生、ま、縄文時代まではこの円錐型の円墳を作ってた墓はね。だけど。弥生時代のからはお墓は高墳いうのは四国の近くね、高墳ね近くので、あとこれ円墳これ反対書いてある、いやいやこれで円墳ですね、円墳と方墳、天体を道教では天よね、で地は四角なんですね、これを、でこれを合わせたら曼荼羅なんですね、この中四角はあるんですよ、いろいろ仏教とか神道、それを合わせた、
で英文があるんだけど、これもあんまり、まあ、これは僕の、まあ、風水の風水のね、風水を研究していくとやっぱ墓地の研究なんよね、風水だから。そしたらね、分かってくるのは、分かってきたのは、古墳時代に前方後円墳ができるわけ、ね、だったらここで大和朝廷決まってる。だから大和朝廷いうのはいいですか、まだそこまでみんな古墳がわからんわからん言ってるけど、僕はとっくに分かった。どうしてかというとやっぱり陰陽五行や疫や風水を研究するから、ね、ほとんどの学者は分かってない。なんでそうなのかな、いいですかこれ。天地を融合したんだよ。だったらこういう形の前方後円墳になる。これとこれ、四角とこれをくっつけた、ね、天地融合型、ね、ということは何が言いたいかというと、ここ大事よ、聞いとってよ。古墳時代には大和朝廷いう天皇の最初は決まるわけ。その象徴として前方後円墳を作る。丸と四角をドッキングしたい、新しいスタイルの象徴、ね、で古墳時代からこれができる。で僕はこれは単なる融合じゃない、これだけを融合したらいいですか、こういう形になる。これじゃない、これは人間の性器、女性器と男性器の形。全部原初的な世界は性器、性器の形をしている。祭り方わかるでしょ、女性器と男性器の融合なの、宗教的にこう解ける。だったら何を意味しとるかというと、再生原理、循環だから、子孫が繁栄するために天地を融合したら子孫が生まれるわけだ、ね、道教の思想のは天地融合すると人が生まれるわけ、人が、天地人という人が生まれるわけですね。天地を融合すると天地人から人が生まれるね。ということは天地を融合して、これは生殖器の形、要するにセックすると子孫が生まれる、その象徴と僕は解けたわけで、そこでだったらこれは子孫繁栄でもあり再生原理、もう一回生まれてくる循環型の原理である。それを墓地に作ったわけ。 ここまではみんな学者解いてないよ、まだ解いてないけど僕は分かるわけ、ね、見えてくる。で、まあ、風水や陰陽ね、その疫や五行が専門家だから、単なる歴史学者には分かんない。で道教研究してないから、今の頃の歴史、昔の歴史学者や考古学者はね、宗教まで研究しとる。今宗教嫌いで研究せんのよ。だからね、分からないよこれ、道教研究せんの、これ道教から来てる。だから新羅は道教国だから、で新羅の王子が来たいうことになるんだ。だから初代の天皇は新羅の王子、あとでまたこれ言いますけど、ね、新羅から来た。だから今の125代がないみたいな、今度6代目、神武なんていない。これはもういろんな歴史学者、今は歴史学会でも説いてる、神武はいない。崇神天皇から始まった11代から、ごめん10代から始まった。9代までは、ね、架空の話なの、古事記捏造なの。だから全部そうよ、古事記なんかあれ捏造いっぱいあるんだ、国を統治する。だから僕が言いたいのは、古事記からもう偽造、教育直後も真似して偽造、ね、全部真似してる古事記から。だって古事記書いた大野安丸じゃん、トライジじゃない、ね、日本書紀は誰が書いた、家田のあり、ね、トライジ、日本人の名前なんてない。で日本人いないのよ、ここ。わかる？日本人は縄文人だから箸料理。だから日本人っていないんですよ。だから DNA75%、 いや 95% 本土 95% DNA は東アジア、アジア人だ。それでも実証されとる、これ。
だからもう当時みんな日本人日本人言ってるのは朝鮮人や中国人のこと、彼らが行ったり帰化したり行ったり来たりしたと。で我々の DNA 見てるのはみんなそうだ。ここで全部なるわけすっきりと。だから古事記から偽装、日本書紀も彼ら登場で、あと前方根源を持ってきたけども前方根源は作るのにしんどい、金もかかる、あんな山みたいな巨大なの。で水があるでしょ、全部あれ水は全部清めの水、下に水行くじゃないですか、あれが雨津水よね、清める水を全部清めるわけ、聖地ですから水がいるの、用水があるでしょ、浄水の聖地、あれ用水の水を入れて清める、前方公園の水は全部その意味だ。でこんな作るのにも金もかかる、大変だから神社に変えていく。この後にも前方公園は作るのはやめていくわけで、あと神社の方が木造で作りやすいじゃない、で神社に変わるんですよ。神社いうのは全部朝鮮半島から来て、で最初の神社は朝鮮半島の朝鮮人のリーダー、ね、あるいは偉い人を祀ってるんですね、こっちに、ね、祖先を祀ってる、そのための神社。ここはじゃあみんなすっきり全部取ってる、あとからいろんな神名を作って操作していく、要するにマインドコントロールしていく、偽装して、でそれらしい神名を作ってみんなを言う、あれよね、操作しながら誘導していった。だから神社いうのは朝鮮人がこっち来て生きていくためのシステムなんです。僕から言う経済システム、なぜならば賽銭が入る、お守りあげたら全部金、だからもっと言えば氏子でしょ、氏神氏子の制度がある、ね、だったら朝鮮人はみんな神社で生きていかれる、制度が食っていかれる、そのシステムで氏子作った。だから僕は逆に言えば、もっと言えばですよ、あれの、神社を今出して言ったけど、もっと言えば祝詞というのがあるよね、あれは大祓いの祝詞ね、有名な。で大祓いの祝詞のことを正式に言えば中富大祓いの祝詞、中富いうのは中富氏の中富、これ中富は渡来人だから彼が作ったね。で祝詞は朝鮮語で書いてある、見事だって、カムアマカムロギカムロミカムロギカムロギミモース、カムいうのが朝鮮人で神なんですよ、そのままじゃない、カムロギいうのは朝鮮語で男神、そのまま書いて、カムロギは女神で、イザナギ、イザナギもイザナギ、イザナミの御事もあれも朝鮮語よ、だから伊勢はあ朝鮮から持ってきた神社ですよ、伊勢は。だから最初の伊勢を面倒見とったのは伊勢をの神主、ね、あそこを最初守っていったのが渡来人の渡来、渡来氏。渡来になりますよ。で2代目がインベインベで、3代目で伊勢は中富神、全部渡来人だ、伊勢作った。だから神社は渡来系だ、これは全部文献残った、残ってる。でだけど宮内庁はごまかしてごまかしてきた、バレたら自分が朝鮮人で言ったら狙われるじゃん、天皇のもう価値がなくなるから。そういう意味で僕は天皇論反対、左翼の天皇反対じゃない、その真実の天皇が作ることによって日本は乱れた、本当はね、縄文天皇がおらんから平和になった、天皇を天地に分けたから対立原理が生まれる、縄文は天皇いない、みんなが平等、
自然が神なの。自然崇拝でしょ、ね、神社の崇拝というのは自然を分離させる。いい、もうこれも結構ね、あれ検索数トップになってるよ。あの僕が書いたんだね、閉ざされた神々いうのを書いてるネットで。あれね、1番2番争えるけど、あれ有名なあの信徒の研究家が閉ざされた神々いう本が売れとるんよ。同じタイトルで沢先生ってね、有名な。で、僕と1、2番を同じタイトルで争うように面白いですね。あの全然中身の回答と違うの。彼らは神社について、僕は本当の神は自然なんだって。神いうかね、神は作られたもんだ。で、そこまで言うと元へ返しますけど、もうちょっとして休憩しますが、十分でね。あの要するに神という五性が戦争を招いたと。僕は哲学はこれを今度はもっともっと発表したい、ね、よく考えてごらん。神という五性はね、ええ加減ない概念が。全部神というイメージはね、自我のイメージ作るんですよ。イメージして神という自分勝手なイメージが生まれるかどうか。で、神は自分に味方してくれるとか、こうスピリチュアル系が言い出すね、妄想を作ってね。だから神というイメージがね、語性や概念がね、自我を誘発して我欲になっていくところ、で対立するんです。戦争し、神という宗教戦争、わかるでしょうか。自然がね、神ね、神という概念じゃない、自然が大いなる力であったら対立原理ないじゃない、円環で。だから縄文は戦争しなかった。だから言葉やね、言語が一人歩きしていくと戦争、戦いが生まれるんよ。言語性だから、語性いうのは戦いを言葉で攻撃するでしょ、みんな喧嘩したら。でも言葉が発達してない、五感や感性や心がね、働いた時はやっぱり平和になるんですよ。心が大事なの、精神性が、ね、五感や感性が働いた時はその喧嘩しないじゃん、言葉で、ね、みんなやっぱり失ったら一見し傷つけたくないじゃない、ね、五感で分かるんです、感性。だから言葉いうのはね、破壊性を持ってる。今言葉の力いうのは嘘だって。言葉の力じゃないよ。言葉は表層の力、ね、真相は心の力。真相は心が、言葉は表層だから道具なの、表現する。そこに執着するから攻撃的なの。分かる。もっと言えば魂が根っこにある。ね、木でいや根が魂が根っこ、幹が心ね。で、言葉いうのは読んで字のごとく葉っぱと書くじゃん。葉っぱが言葉なんですよ、先が。そういうことをみんな忘れてる。だから万葉集なんかきちっとそれね、やっぱ言霊やね、ある種日本人は言霊ですから、言葉の葉っぱでも幹があって、枝があれがあって、根っこがあって、でもそれだけで僕は思考があってないの。村井先生もね、仏教学者の村井先生がね、僕はと言って、相模原のあの蕎麦の近くに、前蕎麦ね、あっこであの音楽堂があるんだよね、あっこでね、喋ってくれるっけ。村井先生は聞きに来てくれたんよ。喋らんで、喋るのは僕は主役でね。で今言う15分だけオーケストラの前にしゃべって解説してくれるから、その万葉と言葉の原理を説明して、葉っぱだけじゃなくて、それは葉っぱがあり枝があり、ね、あるいはそのあるいは幹があり根っこがあるんだ。だけど水を吸い上げないとそれは生きていかれるのだ。ここまでみんな考えないの、思考はどっかで止まる。でも水を吸い取って全部根から養分は葉っぱまで行って言葉に表現される。だから生かしたのは水だよ。だから水は清めている。
で生命が生かしたも水ね。で葉っぱから水は蒸発して天に上がってまた天から地に帰って循環するんです。そういうのをね今よりきれいな言葉でまとめたら15分ぴったりだった。で村井先生は僕は喋るのが下手だけどこれはさうまいこと喋るなってあの時15分ぴったり終わってね。でビデオ撮りがねどっかの芸術大学のねあの有名な芸大のね東京芸大じゃないよな武蔵野芸大のねあの先生が映像を持ってきて映してくれて今あれビデオに家にあります。今度みんな見てその時の喋ったこと15分だけで、ね、まあそれもあるんですけど要するにその循環やと言うんですよね言葉。だから言葉言うのはあくまでも表層的であって西洋的なんで大事なのはもっと深層にある。でそれが、まあ、縄文という時代は共同体としてねみんな平和に生きてだけど弥生から稲作鉄が生えてきて戦う、まあ、権力支配のねあるいはその歴史の繰り返しだと。で総括すればその今のその明治政府にしろねあごめんなさいその奈良時代 の, その古事記や日本書紀を作ったのもあのバイブルもまあ民族や国を統治するためのね一つの操作する道具だった。で逆に言えば完全にあの時に古事記と神社とね祝詞とね面白いことを僕今から言うけどね古事記と神社と祝詞とが日本の鳥の三種の神器だ。普通は逆でしょ勾玉とか剣とかね鏡が三種の神器だけど実はあの三つが日本の鳥の最後の三種の神器であったとこう言えるわけです。誰も言ってないです。それと同じことを明治政府もやった小泉さんも安倍さんも同じことをやってる。だから自民党が終末をするもう歴史が間近に来てる。本当よこれもう僕にははっきり見える。本当にもうやりすぎて終末の時期が来る。だから民主党がいいからだそうじゃない。だけど期待したのはやっぱり山本太郎あのまとめ方で日本は赤字じゃないよ国債でねほとんど金なんか大企業儲けたことは赤字じゃないですよ。彼が言っとるのは正論です。ほとんど経済専門家もみんな同じことで彼の政策で循環すれば金は回るよ。ただ面白いのはこの令和いう名乗り方が賢い彼があんまり学歴はないけど勉強しとるよ彼は。まあ、ブレーンがすごいよね。長大の藤井聡とかね で宮台真司とかねブレーンがすごいですでいろんなブレーンもで三橋隆明だっけ、ね、あれも友達だから一緒に番組出てるじゃん山本太郎。だからもう専門ブレーンがすごい。この令和いうのも僕はこの間本当の意味を書いてみんなにセミナールで送ってますね。この冠鷲ねこれは社会という屋根よね冠鷲社会でここへ一本入るのは点は棒はこれは1ね1は天地人の一番だから天という意味でこの象形文字は人間がひざまずいた姿よこれひざまずいた姿だから天皇を崇拝した社会においてひざまずく和であるということだ。これ全部僕はきれいにもっと論理的に書いて流したい。だからいい名前じゃない。万葉集から取るんであればねうまし麗しい大和というぐらいだからもねだったら馬氏いうのはこういう文字使わねえから、ね、これ馬氏と呼ぶ美しいね馬氏ねで麗しき
詳しく、麗しい、麗しい、麗しい、あ、ごめんなさい、これ獅子会だった、あ、これでいいか、ごめん、これでいいんですね、麗しき万葉で言うんであれば大和、しかし大和は渡来人の和であるということ、これ忘れちゃいない。だから本当には万葉詩だったら麗しき、麗しき、この例を使わないといけない、令和がこの例じゃないんです、字が間違って、本当はこの例です。だから大和太郎賢いよ、あの、まあ、これを知ってる知らんは別としてね、あの漢字の例は使ってないでしょうか、ね、どうでも取られるのは平仮名の例がある。で新選組もね、あの賢いですよ、あれ新選組の線じゃない、新鮮な線を、あの選ぶ、あの新選組は底辺だけど彼 の、 あの線は新流だった、令和新選、いや線線新しいなんですね、新しい線、ね、あれに対してね、この前チャンネルさくらの水島社長が突っ込んでね、あの令和の新選組はあれ失礼だって、あの新選組江戸幕府を守ったのに、ね、選ぶ、うん、選ぶでしょ、字が違うんだよ、うん、だからかあのチャンネルさくらの水島社長は僕は間違ってるね、そうじゃないんだよ、新しく選ぶ組とね、彼は考えとんだから、きっちりと、ね、新選組 の、 あの線とは文字違うよって言えんじゃないか、あ賢いよ、そういう新しく選ぶ組、まあ、そういう意味でね、今言うあの令和新選組いうのはどこが違うか言うとね、僕は、まあ、彼が国会議員になってあれだけ真面目に国会答弁すごいじゃないか、ね、一人で妥協なきね、純粋にあいつが誰だろうがあれだけ答弁していくよね、みんな感動するよ、で、まあ、ちょっと足りんとこもあるよ、それは人間だからね、話し方も、ね、全てあの彼を一つ僕が批判するんであればね、あのこれは何々の話ですっていうわけよ、あとでね、安倍政権がその、まあ、金をばらまいてね、その国民を悪操って言ってる、ね、まあ、そういう話ですとか言われる、話じゃないんだ、そういうこと で、 ことですって言われる、話を説明しようじゃないんだから、あれちょっと大きなミス、何でも癖がある、ないないの話なんだよ、話いうのは話をしようじゃない、そういうことをしゃべってる、そういうことですよね、まあ、それはあれをちょっと変えていかんとね、誤解されるで、これだけムーブメントは僕は絶対起きる思いだけど、まあ起きるんですよね、ね、まあ、あのもう僕は5年ぐらいがもう日本の最後で思ってるから、ここらで本物が出てこない、ね、だから、まあ、本物とは言え、あの絶対的には言わないけど、5年以内誰か出てくれんかなと思ったら、やっぱり彼しかおらんよね、きっと。で、あの例えば僕は自民党の若手議員も入る可能性がどんどん出てくる。た例えばあの連日で、ね、横並びで、であのまあ、共産党も、ね、あるいは民主党も立憲か、立憲党を手を握っていけば、ね、であの議員増やしていくでしょ。で人数増やしていけば、ね、やっぱり勢力強くなる。で自民党からも、もう自民党ももうどっちかいや、もう姿勢や考え方思想には終わってる。もう同じ繰り返しよ、金権政治。結局は金権で終わるようになる。だから自民思想に何の存在価値があるかと僕は哲学的に聞きたい。でこっちは存在意義持ってる。で、あの中に入れてるのは環境のプロを入れてるでしょ、辻村さん。環境、環境の NPO で。自民党は環境しなくなる。民主党は環境やった。環境問題が一番大事だから知ってる。ね、環境問題は辻村氏を入れてる。NGO。
だから現場の人間をあれだけ多様的に集めた。今度衆議院選は100人集めるよ。これはもう本当に舐められんよ、みんな。で連動組んでいってごらんよ、ものすごい勢力なんだ。で野党がよ、ね、組んでいけば当然リーダーは山本太郎になるよ。みんながせざるを得なくなる、あれだけの力だから。だったら僕はもう3年以内彼が首相になる歴史が来ると思う。まあ僕はあの人の運は運も見るもプロだからね。運気を見ても来年最高でいいから。本当に。でちょうど僕はあの何も知らんよ、5年前から分析したら5年前からちょうどいい。でこの10年間が8分の1よ。で この間講座でやったんや。2人は通るかわからんけどね。ちょうどあの7月が山本太郎一番運気が悪いんだ。だから多分落ちるかわからんとぴったりだと。であの安倍さんはいいんや。だから自民党勝つでしょ。ここでこれ前やった。その通り。で来年にね、総選挙があれば、衆議院の解散があれば。今年は弱いよ、多分。だけどもう一歩いかねえかったわ。2人は通ったけどね。まあ、党は作れたけど、来年最高にいいよ。10年間最高とし。だから、来年衆議院選があったら、ものすごい成果出すと。じゃあもう8区の勢いで1、2年でパーッと上がるよ、新党結成。まあ、今のまでの歴史でもそうじゃん。細川だってそうでしょ。細川氏でもどこから出てきたかわからんけど、パーッと。山本太郎もね、全然あり得るよ、この。今の政策は説得力がある。だったら自民党からも若手議員が入る可能性もある。僕はそう読んでるんです。だから党派を超えたね、もう党派を超えた政治を やらんとダメよな。だから自民党のための今政治じゃん。分かるでしょ。山本太郎は応援するとき党派を超えて共産党のよ、個人のあの女性はすごい素晴らしいね、消費税ゼロでね、なかなか信念持ってるんだ。応援であの演説に行くじゃないですか。山本太郎ね、何人あれが本当だよ。党派を超えて党派に応援しようじゃない、その人は個人の素晴らしいから。だから自民党もそれをやったらすごいんだけどね。だからもう僕はね、党派を超える時代が来ると思う。出ないとやられんよ、この政治は、ね、で党派を超えて党のためにしようんじゃないじゃない、国民のためだからね。これ憲法に書いてる、ね、憲法の序論に書いてるでしょ。憲法みんな憲法ぐらいちょっと読んでよ。日本国民やけ憲法ぐらいあんなもん少ないんだからね、読まんとダメや。だから憲法にも書いてるけどね、あのやはりあのあれですよ、党派を超えてね、もう壁をねぶち抜いたね彼は。面白いよ、本当。もう党のための政治は通用しない、票が入らんから。もう党派超えたね、国民のための本当は政治になっていく。彼が風穴開けたら面白いこれ。ということで、まあ、ぴったりと終わります。またよろしく。